講座のテーマとしましては、失われた機能形態の回復、これが大きなテーマです。で、失われた機能といいますと、病気で失った場合もありますし、もともと生まれながらにその失っている場合もありますので、そういう方々に対して評価をして社会復帰できるような形態機能をまた導く、そういうことを目的としています。例えばがんにおきましては、がんがなぜなるのかということで原因となる遺伝子を調べたり、遺伝子においては心学抗外列も同じように遺伝子病とも言われてますので、その解析をしてその原因となる遺伝子を見つけたりとかいうことの研究もしてます。こちらはがんの方ですけれども、臨床においてがんを見つけるとき、光を当ててその光に反射で黒くなっているところが怪しいと、そういうふうなことの見つけ方、非侵襲的で繰り返しできる検査法、一般開業医の先生に応用できないかなということで開発も進めています。顎変形症と心顎抗外列の方々に対する手術ですけれども、このようにソフトを解析して CT 情報を3次元構築して、それからどのように骨を切っていくかというふうな分析をしたり、それから有限要素法によって切った後の骨の位置が力がどのように分散するのかとか見たりとかいうこともやっております。最近増えてきているものとして、神経損傷がございます。これはインプラントを入れたり抜歯をしたりした後に下肢層神経がまたは舌神経が損傷して麻痺が出るという事例です。でそれに対して評価をする、多くは主観的な評価が多かったんですけども、私どもは電気整理を用いて客観的な評価もできるようにしております。でそれによって神経のダメージを判断し、場合によっては修復術をしたりとかいうふうな手術法の選択をする、そういうふうなフローチャートといいますか、治療の流れを作っております。